毎週月金ファイナルマスターシャイニーカラーズ、いやー老若男女のみんな俺です。ということでまのちゃん、ひよりちゃんとプロデュースが終わり、ついにやってまいりました。僕がシャニマスで一番最初に見た女の子、八宮めぐるちゃん、ついに満を持して彼女をプロデュースする時がやってまいりました。まあね、この実況シリーズの一番最初の動画で、まあ、シーズン1が終わる直前ぐらいまでのめぐるちゃんは一回見てるのかな、まあ、見てるんですけれど、まあ、正直ね、ちょっともう結構忘れてきてしまっている部分もあるので、まあ、今の僕ならどういう感情を抱くのか、感想を抱くのかっていうのも踏まえて、まあ、前回見たところも実況し直そうと思っています。なので出会いからやっていきます。友達思い、活発なめぐるちゃんともう一度一から向き合っていく、イルミネーションスターズ最終章八宮めぐる編やっていく。そう、前ね、ノクチルのプロデュースが終わって、まあ、イベント込みを読んでいた時に、次は、まあ、ユミネをプロデュースしていくよって話をした時に、みんながめぐるちゃんはこの SR のね、チエル・アルコでやってくれっていう声がめちゃくちゃ多かったのね。なのでちょっとね、今回 SSR も持ってるんだけど、まあそんだけおすすめならってことで、ちょっとチエル・アルコは流星のでめぐるちゃんをプロデュースしていこうと思います。発生イベントは2つ、まあ2つならさすがにね、プロデュース中に出なくて見れないってことはなさそうだしね。それでも例に倣って、まあ今回ねノーマルのマノちゃんを編成しているので、まあ今回も発生したエピソードはこのノーマルのマノちゃんの分だけ見ようと思います。それでまあいつも通りね、完全初見なので、まあ余計なものは持っていかずに、まあ最低限ね体力を回復することができるアイテムぐらい、そうだね、これとまあ念のためアイグラぐらいかな、これぐらい持っていこうと思います。いやー、輝きは目まぐるしく、久しぶりに来たね。めぐるちゃんをスカウトしに行きますか。ではそろそろお仕事に移ってもらいましょうか。今回プロデュースするアイドルはプロデューサーさんが書類で合格にしていましたね。今の時間は公園にいるみたいですよ。そうなんだよね、これめぐるちゃんとひよりちゃんは両方自分からオーディションっていうか受けに来てて、でまのちゃんだけスカウトなんだよね、イルミネは。これね、ノクチルとかストレイライトではね、こういう子いなかったからかなり新鮮なんだよね。わかりました、じゃあ会いに行ってきます。直接会うのは初めてだけど、俺の担当は一体どんな子なんだろう。行くよ。いやー、運動してるね。ナイスシュートめぐるみんなのアシストのおかげだよ。これね、バスケしてんだよねこんなさ、バスケできる公園なんてね、めちゃくちゃ羨ましいんやけど。あの子が八宮めぐるさんか。動きにすごくキレがあるな。それになんて楽しそうにプレーをするんだろう。まあね、もうダンス運動神経特化っていう、かなりアイドルとしてのポテンシャルは高そうだよね。あれ、今目が合ったか。友達と何か話してるけど、いやこれ完全に遠くから見てる不審者なんだよなもしかして不審者だと思われたまあでもね、遠くから JK をガン見してるっていうのは完全に不審者の証だからね。ねえねえ、あ、怪しいもんじゃないよ。俺は君の、もしかしてプロデューサー初対面の大人の人にめちゃくちゃタメ口で喋ってくるっていうの、この子のフランクな感じ出てていいよね。そうだけどやっぱり合ってた。そうじゃないかなって思ったんだ。でももし俺が本当の不審者の場合はかなり危ない事件に巻き込まれるかもしれないから、もうやめてね、そういうのは。きっとこの人がプロデューサーなんだって、さっき見た時にビビッときたんだよ。いやもう直感タイプなんだね。今日までずっとお話できるのを楽しみにしてたの。いや第六感バチバチ。いやこういう口調の子に結構俺弱いんだよね。八宮めぐるさんでいいのかな。うん、あーでもめぐるさんだと恥ずかしいから
めぐるでいいよ。そうだよね、めぐるちゃんはこっちにバチバチタメ口なのに、こっちが丁寧に行くとちょっとアンバランスになっちゃうしね。これからよろしくね、プロデューサー。いやー、フランクよろしくね。あー、こちらこそよろしく。積極的な子だな。俺が押されてるようじゃダメだ。この子のプロデューサーなんだからしっかりしないと。完璧にトップに導いてやる。バスケすごい上手かったけど、めぐるはバスケ部なのか？ううん、そういうわけじゃないよ。今日は友達の練習にちょっと付き合ってただけなんだ。バスケ部じゃないのにさ、友達の練習に付き合える素人ってマジですごいよね。バスケって初心者と経験者の実力差がマジで明確に分かれるスポーツだから、これはね、マジでこの子がどれだけセンスがあるのかっていう運動のね、物語ってる。悪い、邪魔しちゃったか。っていうか俺今言ったこと前も言った気がするな。うん、友達にはもともと仕事の時間までねって伝えてたから大丈夫。いやー、ちゃんとね、もうアイドルやるための意識の高さも持ち合わせてんだよね。そうか、ならいいんだけど、めぐるはよく友達の練習に付き合ってるのか？うん、バスケ部にバレー部に水泳部と陸上部でしょ。他にもスポーツなら頼まれたら何でも手伝ってるよ。いやー、いいね。オリンピック目指そう。いや、違う、アイドル目指そう。トップアイドル。そんなに助っ人に引っ張りだこなんだな。でも本当にね、友達も多くてかつ才能もあるスポーツのアイドルで腐らしていいのかな。腐らしてっていう言い方はちょっとあれだけど、本当にアイドルでいいのかな、この子は。この子は身体能力と天性の人懐っこさを兼ね備えたすごいアイドルの卵なのかもしれない。まあでも多分この子はなんか人を喜ばせてあげたいみたいな気持ちが結構強いのかもしれないしね。人のお手伝いをしてるっていうことは、そういう面ではね、スポーツ選手ももちろん素晴らしいけれど、アイドルでそれを生かすっていうのも悪くないことかもしれないしね。で、おわ、急に引っ張らないでくれ、めぐる。ごめん、びっくりさせちゃった。でもどうしても早く事務所に行きたくって。あの、女の子に触り慣れてないからね。うん、だって楽しいことが待ってるんでしょ。ほらほら、プロデューサー、早く行こう。いやー、この子、俺が最低限の仕事さえ用意したら勝手に100点満点でこなして、気づいたらトップアイドルになっちゃってそうだよね。今日は何かつかめそう。いやー、ということで本格的にめぐるちゃんをプロデュースしていく、今から楽しみだ。めちゃくちゃいい子なんだよな、この子は。いやー、やっていくぞ、めぐる。やったー、うん、いい出来。やったー、成長できたよ。ひよりちゃん、おおはよう。いきなりまのちゃんの方が始まったね。初期のツンツンひよりだ。ひよりちゃん、雑誌を読むのに真剣みたい。あ、この前のインタビューかな。反応に困ってるわけじゃなくて、自分の仕事のことに集中してるんだね。このストイックさはひよりらしいよね。あれ、占いだ。あ、そうか、占い好きだもんね。そこ確かに個人プロデュースの時そこまで掘り下げられなかったんだよな。え、マノ、ごめんね、勝手に覗いちゃって。別にいいけど。ひよりちゃんって占いが好きなの？好きってほどじゃないけど。いやいやいや、好きでしょう。ねえ、趣味のところに書いてあるぐらいなんだから、プロフィールの。そっか、私もよく占いのコーナーとか読むから一緒かなって思って。いや、いいね、こう歩み寄ってきてくれたら喋りやすいよね。そうなんだ、マノも読む？え、いいの、ありがとう。どうしたの？あのね、隣のページに友達診断があったの。ひよりちゃんとやってみたいな。いやー、これから仲良くなっていく、絆を育んでいく段階っていうのが見れるのは本当にいいね。私と、でも、もし、まあ相性が悪かったらどうしようって、占い好きってことは結構そういうの信じちゃうタイプだろうからね。やっぱり私となんてダメかな。いや、可愛すぎでしょ、うるませすぎ目を。そうじゃなくて、わかった、やってもいいよ。いいな。うん、行くよ。絶対相性めちゃくちゃいい。もし相性悪かったら、俺その雑誌今すぐシュレッダーにかけるからね、君たちがどれだけ止めようと。星座か、
マノは牡牛座だよね。は、覚えてくれてるの。やっぱそういうのちゃんとね、関心持ってくれてるの嬉しいよね。たまたまだから。ツンデレすぎる。ほら、牡牛座と魚座が交わる段を見て。うん、あった。どうなる。二人の相性は、は、いや、100点でしょ。やっぱり悪かった。ううん、あなたたち次第だって。いやー、一番いいんじゃないこれ。逆にさっきから100点100点言っといてあれだけど、悪いって言われるより、いいって言われるより、これから作っていくんだよ君たちの絆は、ってことでしょ。素晴らしいな。私たち次第。いい結果だね。そうだね、一番いいんじゃない。まあそうかもね。運命なんて他人に決められるものじゃないっていう、そういうことだよね。いやー、めちゃくちゃ良かった。やったー。今日も頑張ったよ。そろそろ一回休んどくか。アイドル休ませますか。 OK。 めぐる、今週は休みにするか。たまには休みも必要だしな。やったー、ありがとうプロデューサー。久しぶりに友達と遊べるよ。スポーツとかあんまり手伝っちゃダメだよ、疲れちゃうからね。いやでもそれが気分転換になるならいいか。いやー、いい子だ本当に。嫌味がないんだよな。お、朝コミュだね。俺めぐるちゃんの朝コミュはちょっと全部パーフェクト当てたいな。なんだか調子が良さそうだな。うん、今すぐ走り出したい気分だよ。何があったんだろう。めぐるはやる気を持て余しているみたいだ。うわ、その元気を仕事に生かそう。では少しストレッチしようか。そっか、いきなり走り出したら危ないもんね。そうそうそう、ちゃんと準備してから走るようにするよ。そうだね。いやー、違ったんごー。でもそんな気がした。プロデュースよろしくね。もちろんです。いやー、仕事に生かすの方が良かったか。悔しい。やったー。お、パーフェクト、これはでかい。すっごーい。今日はこの舞台で踊れるんだね。めぐるちゃんの初めてのイベントかな。多分 SR カードのイベントかな。ああ、バックダンサーとしてステージを盛り上げるのが今日のめぐるの仕事だ。え、ちょっと待って、この衣装何。ちょっと待って。めちゃくちゃ可愛いな。なんだろう、あのユニバーサルスタジオジャパンとかにね、え、あのレストランとかにいそうな感じ。めっちゃ可愛い。マノやヒヨリはいないが大丈夫か。うん、大丈夫だよ。一人のお仕事も頑張らなきゃだもんね。そうだね、頑張ろう。ねえプロデューサー、今日はあの大きなカメラで撮ってもらえるんでしょ。そうだ、今日のステージは中継もあるからな。まあソロだからね、大きいカメラに一人でバチコンって射抜かれて日本中にアピールしよう。これが八宮めぐるなんだぜってね。本物初めて見たよ、あんなに大きいんだね。あ、あの機械音響のやつだ。学校で見たのより複雑そう。やっぱ本格的って感じ。やっぱいろんなところにね、こうなんていうの、視野広く気づいて自分なりに掘り下げていけるっていうのはいいよね。こういうのでもね、大体の人はこういうのってあんま興味示さないよね。あ、なんか機会あるなぐらいで終わるところを、こうやっていろんな感想を持てるっていうのは、この子の洞察力の鋭さを物語ってると思う。めぐる、珍しいのはわかるけど、もう少し静かに。あ、スタッフさんたちが来た。ちょっと質問してくるね。いやー、いいね、意識も高い。これ現場で気に入られるタイプだね。すごい、めぐるちゃんは素晴らしい。でももう少し落ち着いてくれるといいんだけどね。ただいまプロデューサー。いやいや、でもこれがめぐるちゃんのいいところでもあるからね。おかえりめぐる、聞きたかったことは聞けたか。うん、知らないこといろいろ教えてもらっちゃった。いい人たちばっかりだったな。いや、よかった。そうか、それはよかったな。さて、そろそろ本番だけど、そっちの準備は大丈夫か。してないし大丈夫だと思うんだけど。何か気になることでもあるのか。こんなこと言うと不真面目だって怒られるかもしれないんだけどね。楽しみでワクワクしちゃってる、もしかして。心構えっていうのかな、
どういう気持ちでお仕事をすればいいのか分かんなくて。あー、なるほどね。まあ変に緊張してるわけではないのか。ねえプロデューサー、ステージに立ったらどんなことを考えればいいかな。いやー、もうまっすぐ自分のこと、自分が練習でしてきたことを出すことだけ、お客さんが楽しんでくれるように笑顔でやることだけでいいと思うけどね。そうだな、あー、とにかく気合いだ。アイドルを楽しんでこい。周りの人を支えるつもりでいこう。アイドルを楽しんでこい。これが一番いいよね。絶対そう。え、いいの？お仕事なのに、そんな気持ちで。ああ、これは日和ちゃんも言ってたことだね。楽しんでいいのかって。でもいいんだよ。楽しんで笑顔だからこそ見てる人も笑顔になれるんだから。もちろん、自分が楽しんでないのに、他の人を楽しませることなんてできないからな。そっか。そうなんだね。私がみんなに楽しいを伝えなきゃなんだ。そう、そういうこと。ありがとうプロデューサー、私楽しんでくる。いってらっしゃい。いやー、この子は伸びるよ。ただいまプロデューサー、すっごく楽しかったよ。いや、よかった。よし、いいアドバイスをできたみたいだ。ステージに立つのって最高だね。いやー、最高です。私またあそこで踊りたい。何度でも何回でも、これから先ずっと。何百万回でも君にはその機会が巡ってきます。巡るだけに。巡るはステージの興奮が冷めやらない。アイドルとしていいスタートを切ることができたな。いやー、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい。 SR のイベントではなかったね。おはようプロデューサ ー、ねえ聞いて聞いて。どうした？昨日学校でね、私のファンだっていう子に会ったの。おー、だからすぐ友達になったんだ。いや、素晴らしいね。おはようめぐる。そうか、よかったな。このコミュ力の高さ、人を寄せつけるセンス、まさにカリスマ。友達が増えたことを喜んでいるみたいだ。あー、友達作りが上手だな。アイドルとして成長したらもっと友達もファンも増えるよね。これあれだよね、俺チュートリアルで選んだような気がするな。よーし、もっと頑張ろうっと。よし、楽しく話せたな。やっぱそうだよね、なんか選んだことある気がしたんだよな今の。まあ幸先はいいね。まあでもどっちみちあれは選んでる。やったー、うんうん、いい出来。おはようめぐる、何を調べてるんだ。あ、プロデューサー、ね、マノとヒヨリとレッスンの後にご飯に行こうって約束したんだ。いや、めっちゃいいね。仲良くしてくれて嬉しいです。でもどこに行くか悩んでて。おー、プロデューサーはどんなお店がいいと思う？学生の女の子3人だったらカフェとか喫茶店が一番いいんじゃないのかな。ねえ、レストランとか行けないだろうし。みんなでご飯か。それならファミレスか、定食やカフェ、ハンバーガーショップ、カフェじゃない？なるほど、確かにそれなら2人とも喜んでくれそうだね。そうだね、カフェが嫌いっていう子はあんまりいないだろうからね。私も気になってるお店があったんだ、ちょっと聞いてみる。いや、よかった。よし、楽しく話せたな。オッケー、女心分かり男。やったー、やったー、成長できたよ。よし、じゃあラストはまた休んでシーズン1は終わりましょうか。よし、シーズン1クリアだ。めぐるおめでとう、一次審査を通過したぞ。本当に？そう、本当なんだよ。本当だ、めぐるの努力が実ったんだ。わー、やったー。いや、楽しんでいろんなことに気づきながら頑張ってたからね、よくやったな。でも通過できたのはプロデューサーのおかげだよ。いや、めぐるが努力したからだよ。何にもわからない私と一緒に一から頑張ってくれたんだもん。いや、でもね、本当に才能溢れてて、俺が教えたことなんてほとんどないよ。いや、俺は大したことしてないよ。めぐるの思っている魅力が周りに伝わったからこその結果だろう。いや、本当に明るいねこの子は、素晴らしい。魅力なんて大げさだよ。大げさなことを言ってるつもりはない。めぐるはきっとすごいアイドルになれるはずだ。本当に？そんなに褒められると出ちゃうな。いや、可愛い、素直なんだよな。めぐるをずっと近くで見てる。俺が言うんだから間違いないさ。熱いねプロデューサー。いや、素晴らしい。こんなに応援してもらえて私すっごく嬉しいよ。いや、誰よりも俺が
君を応援しているからね。プロデューサーが言うみたいなすごいアイドルになれるのかはまだわからないけど、プロデューサーが私にいっぱい期待してくれてるってことは分かったから、全力で頑張るよ。期待には応えたいしね。いやー頑張ろう、一緒に頑張ろう。だからこれからもよろしくプロデューサー。俺が君を必ずトップに導く。ああよろしくお願いします。いやー前向きポジティブ一直線、本当に素晴らしかったね。最高だ。やったやった、成長できたよ。おはようプロデューサー。おはようめぐる、朝コミュがいい頻度で出るね。私ね今日面白い夢を見たんだ。プロデューサーは何か夢とか見た？夢か、特に見てないな。俺はめぐるがトップアイドルになる夢。本当に？夢でも嬉しいな。これしかなくない？プロデューサーの夢を本当にするために今日も頑張っちゃおう。これだよね。よーし楽しく話せたな。いやーめぐる心分かりまくり男。あのねプロデューサー、今練習してる曲難しくてちゃんと合わせられてない気がするんだよね。ほう。だからボーカルレッスンしたいんだけど、今週って予定取れそうかな？今週か、まあめぐるが言うならなんとかしよう。ありがとう、約束だからねプロデューサー。任せてくれ、大切な大切な大切な約束だからね。ゆえにその約束破りましょう。いい出来。おっとちょっとプロデューサー、約束忘れてたでしょ。次はちゃんと守ってね。めぐる、大人はね嘘つきなんだよ。誰も助けてくれなかった。悲しい。どうしよう、もうすぐテストだな。すごい頻度で朝コミが出るね、嬉しい。ずいぶん深刻そうだな。やっぱり勉強って苦手だよ。プロデューサー何かコツとかないかな？勉強のコツか、まあ、でもコツコツやるしかないよね、スポーツと一緒だからな。勉強のコツか、そうだな、努力あるのみ。勉強会を開いたら、そう友達を大事にしてるからね、これだ。みんなで勉強したら楽しそうだね。わからないところは教えてもらえるし。イエス。早くやりたくなってきちゃった。後でみんなを誘ってみようっと。いや素晴らしい、よーし楽しく話せたな。最高すぎ、うまいこと行きすぎ。いいのこんなうまいこと言っちゃって。よしダンス流行1位だから、そのままオーディション夕方ワイドアイドル1番行っちゃおうか。本番前ってドキドキするな。ねえプロデューサー、私うまくできるかな？できるよめぐる。そうだな、緊張しそうになったら審査員のことを友達だと思え。なるほど、そうだね、審査員の人とも友達になれるかもしれないよね。いや俺だと思えの方が良かったかな。うん、めぐるは楽しそうにステージに向かっていったぞ。おお、これで良かったんだ。良かった良かった。いきなりだけど思い出アピールぶちかましちゃおうか。早速見ちゃおう、めぐるちゃんの思い出アピールを。おお、すげえ。めっちゃハンバーガーだった。なんだ今の、可愛すぎる。なんかアメリカンな感じがめちゃくちゃ似合うんだよね。確か帰国子女なんだったっけめぐるちゃんって。その辺の掘り下げもこれからあるのかな。まあオーディションは余裕でクリアだね。合格した人おめでとう、よかったよ。本番もその調子でやっちゃって。プロデューサー合格したよ、やったー。いやーよく頑張った。やったやったー、合格だー、テレビに出れるよー。世界中が気づいちまうな、めぐるの魅力に。よくやったなめぐる、せっかくのチャンスだ。今度の収録に向けてまた頑張ろう。うん、私もっともっと頑張るよ。うん。みんなも喜んでくれるかな。そうだったらもっと嬉しいけど。いや喜んでくれる、友達も家族も仲間も俺もみんな喜ぶよ。なんだかそわそわしてるな。友達に報告したいんだろ、少しなら連絡してきてもいいぞ。どうしてわかったの、すごいね。いや可愛すぎる。ありがとうプロデューサー、ちょっと行ってくるね。行ってらっしゃい。
いやー、圧巻のパフォーマンス。プロデューサー、見ててくれた？私テレビに出ちゃったんだよ。すごいよね、夢みたい。本当にすごい。もちろんめぐるの晴れ舞台しっかり見てたよ。嬉しいな。あ、そうだ、友達にも連絡しなくちゃ。いや、みんなも鼻が高いでしょう。みんなきっと喜んでくれると思うぞ。もっともっとテレビに出られるようになって、たくさん見てもらわないとな。うん、でもそうなったら毎日連絡で大忙しになっちゃうね。有名になっても毎回連絡してきてくれたら友達も嬉しいと思うよ。あの子、有名になってから連絡してこなくなっちゃったんだよねってなるよりはね。出演のたびに友達みんなに連絡するつもりか？そうだよ。あ、でもいっぱい出るようになったらさすがに迷惑かな。うん、どうだろう。いや、これさ、いっぱい出るようになったら難しくなっちゃうかなじゃなくて、相手にとって迷惑なのかなっていうのを考えられるっていうのが、この子の素晴らしいところを本当に如実に表している。まあ、先のことはともかく、今日のところは頑張ったんだ。みんなにしっかり報告しておけばいい。そうするね。いやー、素晴らしい。おー、違法の青を浮遊する。あ、めぐる、ここにいたのか。プロデューサー、お疲れ様。あれ、一人か？何か声が聞こえたけど、電話かな？演技の自主トレしてたの。もうすぐクランクインだし。いや、演技の自主トレしてたんだ。頑張ってんだね。舞台の仕事でも来てんのかな。急いで上手くならなくちゃでしょ。レッスンの時間だけじゃ足りないんだよ。いや、頑張ってるね。ああ。この台本ね、読めば読むほど、もっと役のこと知りたいってなるんだ。あ、しっかり役に入り込んで練習できてんだね。素晴らしいことだ。そうしたらもうじっとしてられなくて、うん、気持ちが止まらなくなっちゃって。いやー、トップになれる。めぐる、ごめんな、そのことで大事な話があるんだ。え、何？お前、変なこと言うなよ。ん？うん、どうかしたの？え、何この不穏な空気。実はその映画か、なくなってしまえ。ちょっと何してんだお前、力量不足でしょう。こんなに頑張って楽しみにしてんのに。おい、すまないで済んだら俺はいらないんだよ。いやー残念だよね。ちょ、これはちょっときついな。そっか。いやー、なんか、俺まで元気なくなっちゃうな。あー、でももう一度、もう一度掛け合ってみるよ。いやー、素晴らしい。そんな、大丈夫だよ。ごめんなさい、無理しないで。でもさ、もう一回掛け合ってみるっていう選択肢があるんだったら、この子には伝えずに掛け合って、それでもダメだった場合に報告したらいいんじゃないの？いたずらに傷つける必要はないんじゃないのかな？あ、でも自分が今役を下ろされるパターンもあるぐらいの立ち位置なんだよっていうことをね、教えてあげた方がいいのはいいもんね。難しいところか。監督さんも脚本を考えている人もいっぱいいっぱい考えて決めたんだろうし。え、でも一回 OK 出しておいて後からやっぱりあの子はなしでなんてなる？これはそうかもしれないが、だからって諦めるわけにはいかないだろう。そうだね。うん、本当に大丈夫だから、また次の仕事がもらえるように頑張るよ。ああ、まあ、有無を言わさず八宮めぐるさんにお願いしますって言わせられるぐらいの実力をつけようっていうことだよね。ああ、めぐる、いや本当にいい子だな。いやー、ありがとう。じゃあ一つだけお願いがあるんだが、いいか？うん、何でも言って。めぐるの正直な気持ちだけ教えてほしい。そうだね、どうしてもこの仕事がやりたかったんだよな。いやー、そうだよな。あー、わかった。プロデューサー。あー、めぐる。もう。いやー、そりゃ仕事だから全て思い通りにはいかない。そのことも知ってもらわないといけないけど、そうだね。でも、見たくなかったね。味わわせてあげたくなかったね、こんな気持ちは。
俺も頑張るからな、めぐると一緒に。いや、なんだこのエピソード、めちゃくちゃいいやん。いやー、頑張ろう。